クールビューティーな見た目なのにド天然、それがポッピンパーティーのギター花園タエ。趣味はランニングと粘土とお風呂。ウサギっぽいものを撮ることも好きで、小学生の頃の自由研究にもしている。ウサギだらけの花園ランドを建国することが夢で、20羽ものウサギを飼っており、家に入るだけで入場料が取れてしまう。学校でウサギ部を作ろうとしたり、学園祭でもウサギカフェをやろうと暗躍。じゃんけんでも最初にチョキを出しがちだ。玉入れを百発百中で入れる運動神経。さまざまな場所でアルバイトを経験。楽器屋でもバイトし、オーバーホールもできるように。来たお客さんに肩叩き券を渡し、なぜか評判になる。意外に万能で、さまざまな体勢があるのだが、歯医者は無理で、歯医者というワードを聞くと10歳若返り、ショックがでかいと壁に向かって現実逃避をする。大好物はお汁粉とハンバーグ。肉さえあれば何もいらない。お弁当交換ではレタスとハンバーグが10日なのに、アリサの卵焼きは唐揚げ4個と冷凍がバグっている。小学生の頃通っていた音楽教室で母を探し、間違えて入った部屋はギター教室。そこでギターの音を聞いた彼女は心が震えた。そこで若菜レイという少女と出会い親友になるも、レイは引っ越すことになり、いつか2人でバンドを組もうと約束し、また笑って会えるようにと歌をプレゼントした。月日が経ち、お小遣いとバイト代を貯めて相棒となるギターを買い、一人で駅前に立ってギターを弾き、憧れの人がいるライブハウスでバイトも始めた。しかし次第にバンドは憧れとなっていき、いつしかステージは見上げるものになっていた。そんなある日、かすみと出会った。おたえと一緒にスペースでライブするというも、正直無理だと思っていた。それでも諦めないかすみを見て、彼女は私を震えさせてとお願いした。後日、ドキドキさせるねと誘われた蔵でのライブ。人生初のバンドのお客さんはたったの4人と1羽。それでもみんなでやったライブに心がときめき、後に彼女はみんなと念願のステージに立つことになる。その後もいろんなことがあった。先輩と何もないホワイトデーを過ごし、フェスでチラシを捨てられた悔しさを自分たちの音楽で見返すことも。こうして高校2年生になった彼女は、ポピパ初の主催ライブを成功するためにまた駅前でギターを弾いていたが、そこで数年ぶりに親友のレイと出会うことに。今は東京に戻り、スタジオミュージシャンとして活動。ラスにスカウトされていた。いつか一緒にバンドやろうって約束したから、レイの言葉とラスの曲を聞いて心がざわついた。自分もあんな音を出してみたい。経験と約束のため、彼女はみんなと相談しラスで修行することになったが、ラスの初ライブの日はポピパ結成1周年を記念した学園祭ライブがある日だった。なんとか時間をずらせたが、アンコールが長引き、ポピパ1周年のライブには間に合わなかった。後日ラスから正式にオファーをもらい、彼女の前に2つの選択肢が。しかし公園で霞のギターを聴いて、これまでの思い出が一気に溢れ、瞳には涙が溢れた。彼女の選択肢はすでに決まっていた。高校3年生になろうとしていた彼女は、レイとの約束をちゃんと守るため、ピンクのウサウサ帝国と可愛らしい名前をした1日限りのバンドを組み、迎えた高校3年生。ギターのことは全部好きだと思っていた。しかし仲間と弾くギターの音色、みんなで寄った楽器店でしたギターの話、みんなといるとギターがもっと好きになった。今の彼女にとってバンドは約束でも憧れでもなく、仲間との絆に変わっていた。